デジル・シャルネ・クロード・ジョゼフ・デジル・シャルネは、フランスの探検家、写真家。先コロンブス期のメキシコ及び中央アメリカ探検の、先駆者の一人で、遺跡を写真に撮影した初期の人物として知られる。チチェニー・イザノラス・モンハスの写真シャルネは、ローヌ・ケンフル・リューシュル・ラルブレスルに生まれ、1850年から、アメリカ合衆国のニューオーリンズの学校教師として、働いた。 ジョン・ロイド・スティーブンズのメキシコ、中央アメリカ探検に影響され、自らも探検を志したシャルネは、一旦フランスに帰国し、ユカタンを探検するためのフランス公共教育省の支援を取り付けた。写真出版の技術を身につけたのもこの時と考えられている。シャルネはまず1857年4月から、アメリカ合衆国とカナダを旅行し、モンモランシーの滝、 ナイアガラの滝の写真を撮影し、ミシシッピ川まで旅行している。同年11月にようやく、メキシコに渡り、メキシコシティで、メキシコの文化やスペイン語を学習した。翌1858年9月に、オアハカへ行ったが、別便で届く、はずの写真機材が届かず、虚しく、そこに留まった。現地の材料で何とか機材を準備し、ミトラで写真を撮影した。 1859年4月にベラクルスに戻ったが、当時のメキシコは、レフォルマ戦争の最中で、シャルゲは敵のスパイと思われて逮捕された。誤解が解けた後にようやく本来の目的地である、ユカタン半島へ赴き、パレンケ、ウシマル、チチェミイツァ、イサマルの写真を撮影した。写真は、メキシコシティで1860年頃に、メキシコ写真アルバムの台で出版された。 1861年にフランスに戻り、1862年から1863年にかけてアメリカの都市と遺跡の台で探検結果を出版したが、この本は探検に関する文章及び47枚の大きな写真と2枚の写真リトグラフを含んでいた。フランス政府の講演によって、1863年にマダガスカルを探検し写真を撮影した。 1864から1867年のメキシコ第二帝政にはマクシミリアンについてメキシコに住み、帝政崩壊後はアメリカ合衆国に移った。しかし、この時代の活動は明らかでない。1874から1875年にはアルゼンチン、ブラジル、チリなど南アメリカを探検し、1877年にパンパオーダンを出版した。 1878年には再び、フランス政府の公演でジャワ島とオーストラリアの探検を行った。1880年から1882年にかけて、フランス公共教育省及びニューヨークのフランス系アメリカ人のタバコ製造業者で、あるピエール・ロリアールの支援によって、再びメキシコ遺跡探検を行った。今回の探検では、 従来のように写真のみによるのではなく、発掘、測量、遺物の収集、紙による型取りなどの作業を伴っていた。シャルネ一行は、テオキワカン、トゥーラ、パレンケ、イサマル、チチェミイザ、ウシュマル、ヤシチラン、ミトラを訪れた。1882年3月にシャルネはスティーブンズが、ファントームシティと呼んだヤシチランを再発見しようと、したが、 イギリスのアルフレッド・モーズリーにわずかに先を越された。しかしモーズリーは発見の栄誉をシャルネに譲り、結局共同発見ということになった。シャルネは、スポンサーの名前によってこの遺跡を、ドリアールの町と命名したが、この名前は定着しなかった。なお、モーズリーとシャルネより1年前に、グアテマラのエドウィン・ドック・ストローがすでにヤシチラムを発見していたことがわかっている。 今回のシャルネの探検記は、ノース、アメリカンレビュー誌に連載された。シャルネはこれまでの自分のメキシコ探検の結果をまとめて、新世界の古代都市の代で1885年に出版した。しかしこの本は写真そのものを含まず、挿絵は写真に基づいた基版画である。1886年に最後のメキシコ探検と写真撮影を行った。 今回は3ヶ月で、イサマル、テカシュ、エクバラム、ハイナ島などを回る、慌ただしい旅だった。1888年にシャルネは、レジオンドヌール勲章を授けられた。シャルネは、メソアメリカの遺跡がすべて、トルテカ文明のものであり、最も古いものでも800年以上遡るものはないという考えを持っていた。この理論は、現在の考古学者からは否定されている。 シャルネの生前、その著書は人気があったものの、専門の考古学者の評価は芳しくなかった。テオベルト・マーラーらは、シャルネをしばしば強く批判した。フランス人名辞典は、学者というより通俗書の著者と評価している。しかしながら、ユカタンの探検に写真技術を持ち込んだこと、現代から見れば粗雑であるにせよ、ハインリヒシュリーマンと、 ほぼ同時期に詳細な発掘をしようとしたこと、初めて死刑を使ったこと、背のお手を初めて瞬接して調査したことは評価される。また、トゥーラとチチェにいさが類似していることを指摘した最初の一人でもあった。肺炎の発作を起こした後、パリで1915年10月24日に没した。ありがとうございます。